セーラー服とか、ブレザーとかじゃないの。ギャル学ラン着るのか。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい。今回はハートは情けか。ねえ、前回ちょっと二人ともうまくいかんかったけん。じゃあ、のんかちゃん入るよ。なんか今回やたら友達マークが多いんやけど。また喧嘩とかじゃないよね。お久しぶり。おお、せつなさん。いいんじゃないかな。相性バッチリ。多分。なんか、この部屋と服装のバランスがいいよね。まあ自分でやっとんやけどさ。朝日を浴びると、この部屋はなんか常に月が出てくる感じやけど、朝日とは無縁な感じ。ほい、それじゃあ焼きそばでもどうぞ。もっとあれかな、ビーフストロガノフとか食べそうな感じ。結構美味しかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で。何がいいかな。じゃあ、猫レンタル券で。って言ってもなんか、背景の中に猫おった気がするけど。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。あれ多分後ろにおるよね。あれ違うっけ？別のとこ？あ、ほらほらほら、椅子の上におるよね、猫。でもこういう部屋はなんか、黒猫。ペルシャとか、シャム猫とかその辺がおりそうな感じやけど。モカタン入るよ。おー、ライ君と一緒に。体操中？グッモーニング。お、リンちゃん。いいやん、いいやん。いいんじゃない？いってらっしゃい。さあ、どうかな、どうかな。めっちゃ待ち構えとる。いいね、いいね。丁寧やね。お辞儀してこう、手をすって、こちらへどうぞ、みたいな。めっちゃ身長差あるな。うまくいきました。おー、よかったよかった。そっかそっか、仲良くなれそう。よかったよかった。ん？なになに？自重品、万華鏡をもらいました。ありがとう。うん、きっとあるよ。だってもうすでにね、友達ができたっていういいことがあったけん。多分これで、ご飯をあげたら、レベルが上がる。本場仕込みの釜焼きピザ、チーズとサラミの相性が抜群です。ってことで、ほい、どうぞ。これでレベルが上がるはず。これで二つ目のいいことやね。ええー、でもあんまり美味しくなかった。マジか。そしてレベルが上がらない。めっちゃ期待外れなんだけど。ほい、じゃあ、ケイ君入るよ。なんかさっきの足伸ばしてるの可愛いんやけど、このハムスターの出会ったら。やっほー。涼しくなってきました。逆にちょっと寒い時もあるぐらいよね。全然いいと思うよ。相性バッチリ。仲がいい恋人だと思うのですが、っていうの初めて聞いた気がするんやけど、気のせいかな。仲がいい友達だと思ってるんですが、ばっかりな気がする、いつもは。おお、マジで。旅人やのにテントなかなか張れんって。今までどうしとったんやろ。ここが一つ目の島やったんかな。それやとしたらなんか、ありそうやね。ほい、それじゃ、おお、ごめんね。めっちゃバウンドしたんやけど。どうぞどうぞ。
どう？まあまあ美味しかった。それね、福袋に入っとったやつやけん。ほい、それじゃあ道具で、何がいいかなぁ。鏡。ほい、鏡。そして返してもらうのは、フラダンスかな。ほい、どうぞ。まあ、ルームランナーもね、別にそこにあるんやけどね。使えんっていうだけで。ほい、それじゃあ、どれだ？使い捨てカメラで、ちょっと住人の写真を撮ってきていただきたい。住人。わかりました。カップルとか写してきてくれたら面白いかも。お、撮れた？こんなのが撮れました。おかえり、どれどれ。シャボン玉の中の、キングと、向こうは誰だ？ユーナちゃんかな？吹いてるのは誰だ？わからねえ、見えねえ。キングは特徴的やもんね。これこそ人生？こそではないと思うけど。まあ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 。別に私らシャボン玉で飛ばされるために生まれてきてないけんね。ミーニュース、お願いします。部屋の中で水泳。あったんどうした？おーおーおーおえ、それはあったんじゃないでしょう。ほら、この部屋に住んでるのは、誰だ？ゆうきちゃんかな？ゆかぽんも住んどった気がするけど。やっぱりああいう風にちゃんと泳げるんだ。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。さあ、いけ、押し出すんだ。押し出すんだ、ゆな。あ、押し出されそう、やべえ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速、マンション見てこう。お、ハートマークがいらっしゃる。ライくんや。お。誰ですか、相手は。どうした。実は、のことが好きです。おー、マジで？へー、意外。一緒におるとこあんまり見たことないかも。手伝うよ。じゃあそこは、必死に。場所は、浜辺。その前に着替えた方がいいですかね？着替えなんかあったっけ、他に。今の格好別におかしくないけどね。あ、なんかいろいろあるね。ミリタリーコート、レザージャケット、パーカー。あ、こっちの方がおしゃれ。多分、ライくんがもともと着とったやつ。それでは、勇気を出して告白。それが一番オシャレっていうね。いってらっしゃい。さあ、おお、来た、くーちゃん。さあ、どうだ。僕と浜辺で水の掛け合いっこする関係になってください。浜辺で水の掛け合いっこする関係に。お？まさかのライバル。マジで、ルキアくんも。めっちゃ走ってくるやん。本当にあなたも好きなのは、俺です。なんか仕事中に抜けてきましたみたいな格好やけど。僕の方が、あなたのことも好きに決まってます。くーちゃん。どっちを選ぶんですか？どっちを選ぶの？いやー、ドキドキだね。やったね、ライくん。ルキアくん、残念。残念。まあ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 。
おめでとう、ライくん。やったね、おめでたいね。うまくいきました。お、レベルアップ。ほら、恋人食うってなったよ。ほい、それじゃあ、道具で、何がよろしいかな。サッカーボールでも。かっこいいところ見せてあげて。ほい。道具、サッカーボールをプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？実用品、扇風機をもらいました。ちょっと季節が過ぎていらんなったけんって私もいらんよ。おー、いいね、いいね。仲いいね。まあ、付き合いたてはそんなものだ。ほい、それじゃあ、ことあちゃん入るよ。ん？誰？私だよ。お久しぶりです。お久しぶり。ハンデの恋人がいたら、このようですが。お、紹介するの？おー、リカちゃんと、いいんじゃない、いいんじゃない？それでは、二人も合わせてみます。でも、あなたもいないよ、恋人。まあまあまあね、二人の方が気になったんだろう。なんでリカちゃんカツラかぶってきたんやろ。絶対普通の方がいいのに。まあでも楽しそうやけん、いっか。ね。二人とも気合うかな。これで二組目のカップル誕生ってなったらめっちゃ嬉しいけど。今のところ順調よ。頑張れ、マンレノくん。おー、これは。今日は楽しかったね。いいね、いいね。おー、二組目誕生。今日はついてる。いい日だ。付き合うことになったんです。おかえり。よかったよかった。ねえ、嬉しいね。親友に彼女ができる。なになに？実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。私を悩ませるスライドパズル。まあね。ペアのものとか。なんかよくさ、まあ前も言ったけど、運動会とか、文化祭とか、そういう行事ごとの時にさ、クラス全員で、同じものを身につけようみたいな、そういうの言い出す子ってなんかおるやんか。クラスの中心タイプの子とか。なんかそういう子が、率先してそういうことを言ってさ、なんかいろいろ作って渡してくれたりとかするけん。ね。いいよね、ああいうの。ほのかちゃん入るよ。なんか一人でニコニコしよった。どうした？おはようございます。ちょっとした失敗はすぐ忘れちゃいます。それで全然いいと思うよ。だって人間だもの。そんなん覚えとったらね、失敗だらけよ。人生なんか。誰やねんって感じやけど。ほい、それじゃあ、あ、フライパンもミシンももうないんだな。使い捨てカメラで、何か写してきてもらおう。どんな写真を撮ってきてほしいですか？それはもちろん、住人同士の写真を撮ってきていただきたい。ちょっと撮ってきます。いってらっしゃい、お願いね。いい顔の写真撮ってきて。こんなのが撮れますか？お帰り。どれどれ？お？アイちゃんとシンくんの家に遊びに行ってきたん？何作りよんやろあれ。唐揚げ？コロッケ？コロッケかな？なんかわからんけど。なんか、旦那さんがさ、台所使うのに、ああいう台を使うっていうのはすごく可愛いね。全然いいと思う。いや、いいね、この夫婦。ほっこりするよね。仲いいよ。ずっと続いてほしい。これこそ人生。いいと思う。行き着く先はこういう夫婦みたいな感じってことやろ？きっと。みんなも目指そう、ああいう夫婦。とりあえず今んとこ、まだ夫婦が、まあだいぶ増えたけど、
ねえ、もうちょっと増やしていきたいよね。ほい、それじゃあ朝一見てこう。おいしいオムライスだよ。おー、いいね、いいね、オムライス。めっちゃ早足で近づいてきて。早足で去っていった。オムライスいる。お寿司の次に好きなやつ。お、二人目来た。わかる人にはわかる一品だよ。毎度あり。じゃあ私にはきっとわかるね。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。お、まなみちゃん大量製造所やね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい、それじゃあ、お、ハートマーク出とる。濃いめさん、入るよ。濃いめさん、やっと？やっとなの？さあ、今度こそ、誰だい相手は。なっちゃんのことが好きです。なっちゃん。告白したいのですが。なっちゃん。あれ、ま、前もなっちゃん寄らんかった？気のせいかな。どんな感じで告白したらいいですか？それじゃあ、よし、偉そうに。小嫁さんのキャラじゃない気がするけど。場所は、じゃあ、公園で。その前に着替えた方がいいですかね。私はちょっと他の見てみよっか。じゃあちょっと着替えるで、タートルネック。普通の服、ベーシックなシャツ。で、ベーシックなシャツで、帽子はちょっといらないなぁ。ちょ、待ってね。帽子を外して、ベーシックなシャツで。はい、オッケー。それでは、勇気も出して告白してきます。いってらっしゃい。さあ、どうだ。お、来た来た、なっちゃん。いいね、虫の声が。いい加減私たち、付き合った方がいいんじゃないかと思うんですけど。おお、上から。そんなに仲良かったの？お、どう？どう、なっちゃん。こちらこそ、よろしくお願いします。マジか。やったね、小夢さん。やったよ、小夢さん。恋人ができた。イエーイ。おめでとう、おめでとう。うまくいきました。レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。何がいいかな。鏡。やっぱ彼女ができたけん。あ、化粧品になった。ごめんね。彼女ができたけん、鏡を見ておしゃれって思ったのに。そっちに目覚めてしまった。ごめん。ごめんなさい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。なっちゃんと二人で撮った写真は、私の宝物です。お、なに、早速、付き合った記念とかで写真撮ったんかな。そういえば、この島にはプリクラとかがないんやね。ほい、じゃあ。ちょっとね、すごくお祝いムードのところ悪いけど、猫ママでもどうぞ。でもほら、猫ママって地味やけど超美味しいやん。ね。まあまあ美味しかったようです。おー、よかったよかった。またしてもレベルが上がったんだけど。どんだけ上がるんだ。あ、じゃあ今度こそ鏡を見ながら化粧をするんじゃないよ。道具、鏡をプレゼントしました。それで、目いっぱいおしゃれしてね。はい、じゃあ、いとめさん。夢の中へ忍び込もうか。よし。見させていただこうじゃないの。お、鏡に映る。うおー。怖い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 。え、それは怖い。うおー。ホラーやん。明るいホラーやん。どういうわけかお宝操り人形を拾いました。ありがとう、ありがとうじゃないな。別にくれたわけじゃないもんね。おはようです。おはようです。くしゃみが出そうで出ません。お、くしゃみ出すか？手伝おう。ほい、それじゃあ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。さあ、どうだ、来るか？まだか。
こいこいこい。壁に書いてある絵が何なのかがよくわからんけど気になる。おお、よかった、出た出た。あれはなんか妖精かなんかの絵なんかな。ピエロ？違うか、なんか玉乗りしよる。サーカス的な感じか、やっぱり。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で。CD でもどうぞ。あー、ごめんね。あー、今のでパリーンって。割れることはない。道具、CD をプレゼントしました。不満かったら大丈夫。うんうん。お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。さらに、思い出し笑いもしてしまいます。思い出し笑い。さっき黒影さんもしよったよ。ほい、それじゃあ、お腹が空いとるやろうけん。おでんでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。なんか私こないださ、最近やっとおでんに辛子味噌がつけれるようになったっていう話をしたんやけど、他県の人たちって辛子味噌つけんのやね。ほい、それじゃあ、アシちゃん。あ、ネオル。さあ、夢の中へ。レッツゴー。あ、これは。ひゃー。これって終わりがよくわからんよね。なんかカポって捕まえれたりとかしたらいいのに。でさ、なんかすべてを同時にあげれたりとかしても面白いのにさ、一個ずつしかあげれんけん、一体何なんだって感じになる。どういうわけか、服、ハムスターセットを拾いました。ハムスターセット。なぜあれってハムスターセットなんやろ。お久しぶりです。くしゃみの出そうで出ません。お、アスちゃんもくしゃみか。よし、手伝うよ。スタートー。さあ、来い。来い来い来い。お、来た。よかったよかった。なんかアスちゃんの服装を見てすごい思うんやけどさ、テレビって見よったらなんか、いつまで経ってもみんな半袖とかさ、ノースリーブとか女の人結構着るやんか。やけんなんか季節の感覚よくわからんなるよね。ほい、それじゃあミニュース見てこう。お願いします。お、来たよ、床ゴロゴロ掃除法。みんなしょっちゅうやりよりよね。琴葉ちゃん、なんか転がり方すごいな。なんかたまにさ、学校の行事とかで持ち物、汚れてもいい服みたいなあるやん。汚れてもいい服なんかそうそうないけんね。てか汚れてもいいぐらいボロい服なんか学校でも着たくないけんね。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。あ、クラくん、お面の中で 3DSLL してる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい、それじゃあ友達マークから行くか。リカちゃん、ん、なんだ、寝返りを打ったな。ん、何を言ってるのかわからないけど入るよ。リカちゃん惨状だけ聞こえた。はっ。こんばんは。お、キングと友達に。いいやんいいやん、紹介するよ。キングはね、面白い話。きっとキングがさらに盛り上げてくれるはず。っていう過度な期待。さあ、どうだどうだ。また帽子かぶり直しとる。ん？ずっとかぶっとったっけ。さあ、仲良くなれるか。でも盛り上がっとるよね。お、よかったよかった。うまくいきました。いえいえ、友達になれてよかったよ。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、
何がいいかな。犬レンタル券、ほい、どうぞ。そっか、リカちゃんが買っとったのは猫やったんか。なになに。お、実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。アスちゃん、仲いいんやね。マキちゃんはどうなん。そっちも聞きたいけど。ほい、それじゃあ、肉じゃがでもどうぞ。食べたい手料理ナンバーワン。なんかわからんけど、そういうイメージあるよね。なんか男の人が女の人にきっと作ってほしいんであろう食べ物ナンバーワンっていうイメージがなんかすごい強い。ほい、それじゃあなっちゃん入るよ。ん、怒ってないよね、大丈夫よね。あ、怒ってた。怒ってたわ。何、どうしたの。あ、アユナとか。それはぜひアユナの方に謝っていただきたかったけど、仲直りしてあげて。それじゃあ焼き栗、この季節やけんね、焼き栗とかどう。焼き栗、焼き芋、結構好きな人多いんじゃない。お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。いってらっしゃい。ありがとう。ありがとう。謝る気になってくれて。あゆなが謝ればいいのに。やっぱりあれかな。原因はクマちゃんかな。お、仲直りしたした。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。よかったよ。これからも仲良くしてあげて。変なやつやけど。なになに。お、実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。なっちゃんはいっぱい友達おりそうよね。なんかそんな感じがする。ほい、それじゃあ、使い捨てカメラ。ほい、使い捨てカメラで、みんなを映してきてくださいな。住人の写真。いってらっしゃい。楽しみにしとくね。お、撮れたか？どれどれ？おー、キングとココちゃんのデート？デートの様子やね。あーんってしてもらいよりやん。贅沢な。いいね、やっぱり二人はいつまでもラブラブだな。このまんまで追っていただきたいわ。自信に満ちたあれってなんだ。よくわからない。タイトルが全くわからないよ、なっちゃん。でもいいシーンを撮ってきてくれたね。面白いよ。お、レベルアップ。てか、二人のデート現場に行ったのね。ほい、それじゃあ、どうしよっかな。テニスラケット。いや、ノートパソコンでも。そして、返してもらうのが、シャボン玉セット。はい、どうぞ。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。ほい、じゃあ、あやちゃん入るよ。テンション高いね。どうした、どうした。お久しぶりです。お久しぶりです。新しい帽子が欲しいです。お、帽子？その髪飾り外すか。それじゃあね、買いに行こう。買いに行く。いらっしゃいませ。ほいほい。季節の品。チェックの帽子。チューリップハット、どんぐり帽、ベレー帽。チェックの帽子多分似合うと思う。これで、赤系かな？服に合わせて。ほい。あ、てか、あゆなやん、働きよんの。ほい、じゃあこれを、あげる。どうよ。いい感じ。すごく気に入ったようです。よかったよかった。
なんか思うんやけど、カメラマンさんっぽいことない？首からカメラ下げてそう。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。見出し慣れてる時に部屋に入ると、夢も見てることがあるかもしれません。私結構それが楽しみで忍び込みよりよ、寝よるときにみんなが。ほい、それじゃあ、フォアグラでも、世界三大珍味の一つよ。どうぞどうぞ。お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。レベルアップ。いいねいいね。好物1位松茸、2位フォアグラ。いやー、舌が肥えてるね。はい、それじゃあ、任天堂 3DSLL。 ほい、どうぞ。道具、任天堂 3DSLL をプレゼントしました。おー、いいね、遊ぼう遊ぼう。でも今の流れやったら 3DSLL で遊ぶことになるけど、まあそれはないか。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。ほい、スタート。第1問。ででん。うな重のうなぎがアップになっているはず。ほら、いいな、美味しそう。第2問。ででん。ヨーヨー。よし、私ヨーヨー苦手なんよね。ちゃんとできるようになってみたかったけど、小学生の時。ん？うん、わからぬ。サラダ、なんとなく。缶、冷やし中華でした。冷やし中華や。マジか。あー、最後の一問だけ惜しい。残念でしたね。また遊んでください。ありがとう。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ファッションショー、大丈夫か？なんか何人か変態チックみたいなのいるけど。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション見てこう。今回も友達マークがいっぱい出とるね。ハートマークは出てない。おー、やっぱりこんだけ友達マークがいっぱいあると喧嘩が多いか。リンさんがめっちゃ足トントンしよる。ほい、それじゃあ台湾さん入るよ。早速喧嘩の始末からになるけど。始末。どうしたどうした。相手はリンさん。おー、やっぱりそうなのか。まあ落ち着こう。仲直りしてよ。ほいほい、それじゃあ、何がいいかな。ココナッツ、ココナッツ、ココナッツで、最後のココナッツ。ほいほい、どうよ、おいしい？おお、マジか、すごくおいしかったようです。よかったよかった。私が嫌いなものやけど台湾さんは好きやったんやね。いつかばちかでよかったわ。リンさん、ソフトクリームをかぶったままで。この間はごめんなさい。さあ、許してくれるんだろうか。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。ね。一安心。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。これからも仲良くね。お礼にこれもあげます。なになに。お、実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。おお、めっちゃ投げ合いしよる。のんかちゃんとことはちゃん入るよ。おーい、気づいて、ピンポン鳴らしたから今。私めっちゃ怒っとる。クソとか言っちゃダメ。まあまあまあ、落ち着こう落ち着こう。仲直りして。のんかちゃんは何が好きかな。じゃあ、マンゴーかな。
ほい、マンゴーでもどうぞ。ほいほい。黒猫と目が合う。お、結構美味しかった。やったね、成功や、今回も。まあ、ここで仲直りできるかどうかはまた別やけど。とりあえず、のんかちゃん側は落ち着いたよ。さあ、どうだ。なんかこの部屋にのんかちゃんが来たらあれやね。雪の女王的な感じが。すごいするけど。お、よかったよかった。仲直り。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。もう喧嘩したらいかんよ。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、お、ココちゃん。ココちゃんがストレスをぶつけている。でも喧嘩じゃないよね。友達？ハロー。外国風になった。おー、いいね、いいね。親友との旅行。それはぜひぜひ、行ってくださいまし。はい、旅行券もだいぶ溜まってきとるけんね。え、いいのですか？いいよ、いいよ。パーッと羽を伸ばしておいで。いってらっしゃい。お、ココとムーちゃんの旅行 in イタリア。スタート。いいね、イタリア、おしゃれやね。コロッセオ前。はい、チーズ。はい、チーズ。あー、ムーちゃんがつぶってしまった。トレビの泉です。トレビの泉行ってみたい。ね。あー、ごめんね。ごめんね、全然押せてなかったよ。ウフィツイ美術館前。お、最後は決まった。よかったよかった。トレビの泉ってあれをね、トリビアの泉の元になったやつやろ。楽しそうな旅行で何より。トリビアの泉とかも懐かしいな。へー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 。メロンパイ入りになっておりますっていう、あの金の脳とか。お、お宝、革の手袋をもらいました。いいね、お土産までおしゃれ。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、化粧品セット。ん？化粧品セット。ほい、どうぞ。なんか当時さ、ヘイボタンのガチャポンとかあったよね。あれ結構みんな持っとった。私持ってないけど。それはわかる。てか知っとる場所でも、一本道変えてみたりとかしたら、気分転換でね。まああれか、方向音痴は気分転換をしてはいけない。確実に迷うもん。ん？私はなぜ服をあげようとしている。お腹が空いとるやろうけん、フォアグラでも。お腹が空いとるやろうけん、フォアグラって、リッチだな。どう？美味しい？お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、1位になったよ。1位フォアグラに北京ダック合成だ。ほい、そしてミニュース見てこう。お願いします。お、2016秋冬コレクション開幕。グラタンアリーナってどこだよ。おお。どれどれ。あ、いいね、いいね。めっちゃいいね。歩き方。歩き方。モデルウォークなんだろうけど。早くなるとひどいな。その歩き方はゆっくりした方がいいと思うよ。なんかめっちゃくね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 なりよりやん。超お尻振ってるし。おー、かっこいいよ。歩き方やっぱり。ポーズ決まってるね、あきちゃん。素敵よ。秋冬をテーマにしとんよね。看護師さん、季節関係なくね。いやいやいや、なんか超水着なんですけど。
夏じゃないのそれ。ほらもうなんか戦隊ものの服着た子とか来たよ。中村さん。すげえな。なんかいろんな服が見れて面白いね。おお、いいね、いいね。素敵よ、みんな。客席の方にはムーちゃんとかおるよね。ほらほら。シュリカちゃんとかさ、どういう服？どういう服っていうか、どういう頭？待って、待って。ココちゃん？ね、ココちゃんがバーコード頭に。待って。ね、マンレノくんなんかワンピース着てるんだけど。ファッションショー。大丈夫か？なんか何人か変態チックみたいなのいるけど。いやー、いいね、いいね。お、なに？いよいよラスト？なっちゃんでラストなの？いや、違うぞ。なんかすごいドアップになったけど、全然ラストではなかった。絶対これで終わりやと思ったやん。ほら、終わりそうな雰囲気超醸し出しとるやん。でも後ろから続々と来るっていう。もしかしてさ、夢と同じで、ニュースにも終わりのないパターンがあるとかそういう。のんかちゃんだよね。顔を見せてあげて。あ、かわいい。みーちゃんかわいいんだけど。いいね、いいね、それ。その服いいよ。終わりあるんかな？のんかちゃんなんか2回目来たけど。すごいね、後ろで早着替えが行われるんやろうか。もしかしてこれ100人全員分あるんかなって思ったけどさ、何回も同じ人出てきよるよね。ほらほら、なんかこれ多分果てがないんだと思う。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。